はい、こんにちは、ダンサー内藤です。今日はですね、挫折しないためにということで少しお話ししたいと思います。まあ社交ダンスに限らずですね、ヒップホップとかですね、ステージダンス、そしてジャズダンスとかですね、サルサ、まあそういうものにでですね、ああいうのを踊れるようになりたいなっていうふうに思っても、実際ですね、やってみると、なんかこう、ついていけなくて挫折してしまうという人もね、結構多いと思います。まあ特に社交ダンスで、タンゴとかですね、まあチャチャチャとかになると、かなり足型も複雑なので、やっぱりちょっとですね、高尚な趣味みたいな感じもあるんですけれども、最初ジルバとかですね、ブルースはもう絶対マスターできるし、もうヒップホップとかですね、もう非常にこう、簡単なですね、ステップはね、絶対こう、マスターできるはずなんですね。だから、それで挫折してしまうっていうのは、やっぱりちょっと、おかしいところもあるというかね、そういうことのないようにですね、もう本当に説明したいと思います。まずダンスというのはですね、これ種目が変わってもですね、サルサとかね、そういうふうに種目が変わってもですね、サルサ、ルンバ、ワルツ、タンゴ、ヒップホップとかですね、そういうのにステップが、種目が変わってもですね、人間の体は別に足が3本になったり、骨がなくなったりとかですね、変わるわけではないので、もう基本は全く一緒です。特に立つということはですね、こう立ってるということは重力に、まあ、従ってというか逆らってというかですね、反作用を感じて立ってるわけですね。それで、ダンスというのはもう歩くことができるならば、必ずやできます。そこで、まあ、例えばですね、よくあるステップでこう、ステップしてタップする。タップというのは、チョンですね。こういうようなステップでですね、まあ、挫折しやすいパターンとかそういうのをね、ちょっと説明したいと思いますね。まずね、挫折しちゃうっていうのはやはり、足は、とにかくやはりですね、こう歩くのもそうですし、ダンスというのも、基本的には下半身でするんですね。もちろんこう、ボディアクションとかですね、いろいろこうね、あります。ありますが、基本、大基本としては、足で床に立ってるので、やっぱり足元がですね、強く生き生き、しなやかに、強靭にですね、ダイナミックに動かないとダメなので、挫折するパターンとしては、足はあまり動かない。で、膝もですね、まあ、最初やはり緊張してるというか、新しいステップを覚えるっていうんでね、硬くなっちゃってるとですね、なんとなくこういうふうに動かないんですね。だから、結局、例えば、ステップ、ステップ、ステップ、チョンというもう、こう、動きの大元のですね、もう全ダンス共通のようなこのサイドステップですね、横行くのでこういうのをサイドステップと言いますが、するにもですね、やっぱりこう、膝が硬くなってしまったり、はっきりこうステップということはまあ踏みつけるということですね。しないもんですから、どっちに体重が乗っているのかとか、スムーズな踏み替えができなくなってしまうんですね。こういうような感じになってしまうんですね。膝が結構固まってしまっている状態になるんですね。なので、こういうような感じにすると、まずいので、まずですね、大体ダンスのステップというのは、必ず代わりバンドにしっかりほぼ全体重を踏み替えて行われるので、例えば今、左足からステップするとしますね。これは場合によって違いますから、右足の時もありますが、するとしますね。そうしましたらですね、右足にまず全体重を乗せます。ね。そして、左足のももを少し持ち上げますね。膝を曲げて持ち上げます。そうするとより完全に右足に体重を置いてないと立てませんね。そうしたら、まあ、靴の裏がハンコだと思って、ハンコをボンと押すように、膝をまず曲げて上げて、靴を上げたら、ズドンと一気に、下ろして、ハンコを押すように、ベチャッと、足の裏を床につけて、膝を軽く伸ばします。あまり、ピンと意識的に伸ばすのではなくて、普通に立っている状態に伸ばします。
ですね。でその時反対、この今の場合ですと右足ですね、これが先ほど説明しましたように、また腿を少し持ち上げて膝を柔らかく曲げ、靴を柔らかくといったのは力を入れずにということですね、自然にということです。で靴を持ち上げてまた次にボン、要するにその場でちょっとオーバーアクションで、オーバーアクションで足踏みをするような感じを作ればいいんですね。こういうふうに、まあ、オーバーに言えば股関節とか膝、足首がかなり柔らかくなってて、ちょいわざとらしく、こういうふうにですね、靴を持ち上げて、そしてステップすれば、必ず代わりバンドに、うまく踏めるわけです。例えば、まあ、社交ダンスの例で言いますと、ジルバというのはですね、最初によくしますが、やはり、まあ、そうですね、レッスンの仕方にもよりますけども、グループでね、大人数でレッスンした時なんか、簡単に言いますと、10人中、やはり4人ぐらい、まあ、脱落してしまうというか、時間が終わってもですね、なかなかうまく踏めません。まあ、そりゃ、ダンサーないと、お前の教え方が悪いんだろうって言われそうですけども、確かにそれもありますね。まあ、しかしですね、こういう踏み替えがね、スムーズにできないといけません。よくある例としてはですね、ジルバですと、右足体重、男性だったら右足体重で始めて、今の話ですと、左を少し持ち上げて、スロー、スロー、そして、後ろに足踏みですね。クイック、クイック。ですけど、これがうまく機能しないし、なまじ移動しないので、踏まなくても済んでしまう面もありますね。なので、スロー、スロー、クイック、クイック。ここで間をついてしまいます。正しくは、クイック、クイックと来るので、次にまた左が、ステップされなければいけないわけですが、これが、スロー、スロー、クイック、クイック。踏み替え、乗せ替えですね。体重の乗せ替えがうまく行われていないと、こちらが動いてしまったりします。スロー、スロー、クイック、クイック、スロー。そうすると足が反対になってしまって、まあ、ついていけなくなってしまいますね。できるようになれば簡単なんですけどね。スロー、スローで、左足、右足ですから、先ほどのように、少し持ち上げるようにすれば、もう自動的にですね、考えなくても、ね、持ち上げた方を起こせばいいわけですからね、乗ってる方を、飛んでステップする人はまずいないと思いますので、なので、このように、必ず、ステップする足をまず意識して、右からステップする場合だったら、その足の膝を少し曲げてから、下ろす。で、反対を同じように持ち上げてから、下ろす。持ち上げてから、下ろす。こういう風にされると、もうどの種目でもですね、これはヒップホップでもサルサでもそうですけれども、非常にわかりやすくできます。サルサでしたら、例えば、右足に男性でしたらね、この女性しましょうかね。男性もほとんど一緒ですけれども、女性でしたらば左足に体重を乗っけておきますね。で右足を交代しますので、右足の少し持ち上げておきますね。そして、うのどす、トレス、ね。今のように、ワン、ツー、スリーですね。そして、シンポフェイス、シエテ。ウーノ、ドス、プレス。シンポフェイス、シエテ。という風に、上げれば代わりバンドに踏むのが非常に、容易というか、イージーになりますね。1、2、3、4、5、6、7、8。とこういう感じになるわけですね。ブルースなんかでもですね、ブルースはもう歩くような本当に感じの踊りですけれども、やはり揃えたところで問題が起きます。人間は
歩くときにこう揃えて体重を乗り換えるということは、普通道を歩くときに揃えるということはしませんのでね。なのでスロースロー、クイッククイックで揃えたときに結局踏み替えがなされてないと、同じ足を出してしまうんですね。スロースロー、クイッククイックスロー、こういうふうに、そうすると相手とぶつかってしまったり、もちろん間違っているので全然踊れません。正しくはこうですよ、もうね、左右左右左右という代わり番号にすればいいので、代わり番号は、人々は道を歩くときに考えなくてもですね、今日は右足から出て、右左右左と踏み替えて会社に出勤しようと考えなくてもですね、別に自動的に踏み替えられます。ところがダンスになると不自由と言いましょうか、スロースロー、クイッククイック、どっちからかなとこう考えてしまうわけですね。では頑張ってこういうことをね、して、挫折しないようにしましょう。最後にもう一回だけ一緒にしましょう。サイドステップで練習しましょう。持ち上げて、ね、ワン、ツー、スリー。ここだけちょんと体重を乗せないようにしましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。体はリラックスした状態でしましょう。